味噌屋の長男。私の実家の近所にある旧家、田中家は、地元でも有名な伝統のある味噌屋です。田舎ですが、それこそ何代も続いているような、由緒正しい家柄のようです。そこに、私は全然面識はないんだけど、30歳くらいの長男がいるんです。もう7、8年前に、そこの長男がおかしくなってしまったんです。確か、そんなに遅くない夜でした。私はテレビゲームをやっていたんです。そしたらどこからか、といった感じの声が聞こえてきたんですよ。そうですね。例えるなら、子供がねだったものを買ってもらえずに、ぐずっている時のような声ですね。最初は犬の遠吠えかとも思ったんですけど、どうも人の声に聞こえるので気味が悪くなってきて、一階に降りていったんです。すると、母親も不思議がっていて、どこから聞こえてくるのか探って、縁側をうろうろしていました。なんだろうね。外からだよね。と言いながらも、結局わからず、2階の自分の部屋に戻りました。ですが声は全然止まないので、いよいよ気持ちが悪くなり、窓から外を覗いてみたんです。声の方向を耳で探ると、どうも味噌屋の田中家から、田中家自慢のいくつもあるでかい蔵がうちから見えるんですけど、そこの一番奥まった場所に立つ蔵の天窓に何かがうごめいているのが見えました。暗くてはっきり見えたわけではありませんが、それが人間であることはわかりました。天窓の格子の間から精一杯両手を出して、泣きながら壁を引っかいているんですよ。それも、ものすごい勢いで、ガリガリ、ガリガリと、出たい出たいって感じです。私はとにかくビビって、急いで母親を呼んできて、それを見せると、あれはきっと、田中さんちの長男だ、って言ったんです。詳しく聞いたところ、小さい頃はよく見かけたんだけど、ここ何年も姿を見ていなかったこと。噂では、田中さんの奥さんがどうしても長男を T 大に入れようとして、長男は受験ノイローゼでおかしくなったらしいとのこと。蔵の一つを部屋としてあてがい、長男がおかしくなったのを必死に隠しているらしいこと。あくまで噂で曖昧なんですけど、そんなことを教えてくれました。その話を聞いている間も、長男はガリガリと必死になっています。これは尋常ではないと思った私は、母親に、田中さん家に行こうよ。あれは普通じゃないよ。と言ったんですけど、やめときなさい。絶対中には入れてくれないから。の一点張りで動こうとはしてくれませんでした。私は女だし、度胸もないから、一人で田中さん家に行くこともためらわれました。じゃあ、警察に電話を、と食い下がると。騒ぎを大きくしちゃダメ。あそこの家は、あれでいいんだから、と強く諭されました。田中家は、四方がすべて広い畑で囲まれていて、近くのうちは
私の家くらいしかないんです。つまり、これに気がついているのは、私の家だけなんです。母親は、うちさえ黙っていればいい、と言うのですが、でも私は、必死に壁をガリガリやっている、あの人影が、とにかくかわいそうで。じゃあいいよ、私が行ってくるから、と、止める母親を無視して、家を飛び出していったんです。田中家の、すごくがっちりとした、いかつい門の前で、何度もブザーを押して、すいません、お宅の蔵の中に、人がいるようなんですけど、と叫びましたが、全く応答はありませんでした。すごく怖かったんですけど、思い切って、警察呼びますよ、と叫びました。するとやっと返事が返ってきたんです。何でもありません。お引き取りください。と、それだけ。仕方なく帰ろうとした時には、あんなに叫んでいた長男の声は、嘘のように止んでいました。そしてその後、私が家を出るまで、あの声を聞くことはありませんでした。田中家の長男は、私の親の話によれば、今年30歳になることになります。まだあの、大きな、黒い蔵の中にいるんでしょうか。もちろん、生きていればの話ですが。先日お盆の際に帰省して、母親にその話を振りましたが、やはりその後は声が聞こえることはないそうです。ある田舎の葬式。私の実家は千葉のとある地方で、まあお世辞にも栄えた場所ではないんですけど、ちょっと電車に乗れば千葉駅だって遠くはないし、自然と文明のバランスがなんとも絶妙な地域なんです。母親の実家なんで、子供の頃は毎年必ずお正月に、まあお年玉目当てなんですけど、欠かさず帰省していましたが、大人になってからは空っきしでした。そんな折、仕事を終えて家に帰ると、いつもだったら真っ先に、お帰り、と声をかけてくれる母親がいません。ちょっと本屋に寄ったり、レンタルビデオを借りたりと、所用を済ませてからの帰宅だったんで、この時間に母が家にいないのは普通ではありえないため、リビングにいた父に聞いてみると、かねてより癌を患っていた祖母が危篤とのことで、急遽実家に帰ったとのことでした。末期癌だということは聞いていましたし、その上で危篤ということなら、そういうことなのだろうと。私はもう三年ほど顔を見せていない祖母を思い出して、少し悲しい気持ちになりながらも、明日に備えて晩ご飯も取らずに寝ました。朝起きると、父親が喪服の準備をしていて、昨夜亡くなったとのことでした。母方の田舎では、とにかく人が亡くなった時の葬式が何もかも早くて、今日が通夜で、明日そのまま葬儀をし、荼毘に付されるとのことでした。私は父方の関係に今のところ不幸がないこともあり、お葬式というのはそういうものだと思っていたんですけど、通夜、葬式、火葬と、ここまで早いのは珍しいそうですね。
とりあえず私も、取ってつけたような喪服姿に身を包み、父の運転にて千葉へ。母方の親族は、ほとんどがその地域や周辺に住んでいるため、あらかた皆さん揃っていまして、私も久しぶりだったんで、挨拶などを済ませ、祖母の前に座って、冥福を祈りました。そして、田舎のお葬式とはまさにこれ、と言わんばかりの、長い机に、所狭しと置かれた、寿司やら煮物やら惣菜やら、そしてお決まりのビールに焼酎に日本酒。喪主である叔父も、母は生前から賑やかなのが好きな人でしたので、今夜は皆さん楽しく過ごしてくださいね、とのことでしたので、母も叔父も親戚のおじさんも、この地方周辺に住んでいる親戚の方々も、みんなでどんちゃん騒ぎを始めました。もう一度言いますけど、私にとってのお葬式とは、こういうものだと思っていました。そんな、皆がワイワイとやっている中、父が炭の方で、所在なさげに、一人でビールを飲んでいました。まあ、母方の家なわけだし、肩身が狭いのもわかると、私も酔っ払っていましたので、お父さん何してるの？今日はお通夜なんだから、もっと飲んで楽しまないと。なんて少し絡んでみても、返事もせずうなずく程度でした。私もちょっと様子が気になったんで、横に座っておとなしくしていると、父が話し始めたんです。お前さ、お葬式って、今まで出たことないだろ。うん。お母さんの実家のお葬式はちょっと変わっているからな。そうなんだ。どこが？まず、お通夜の日にさ、亡くなった人の名前を言う人が一人もいないだろ。ああ、そういえばそうだね。っていうか、言っちゃダメなんでしょ？悲しいからだっけ。まあ、お前はそう思っているんだろうけど、それは普通じゃないぞ。それに、この家におばあちゃんの名前が書かれたものが、今一つもない。え？なんで？保険証とか手紙とかさ、そういうのはあるんじゃないの？それは多分、燃やしても大丈夫なものは、亡くなったらすぐ燃やしちまうらしい。登記簿とか、いろんな書類なんか、燃やすことができないものは、お寺に置いてある。え？なんでそんなことするの？俺も母さんからちょろっと聞いただけなんで、詳しくはないんだが、なんか亡くなった人が、名前があるものを頼って戻ってくるからとか。そんな理由があるんだ。でもそれは風習っていうか、迷信っていうか、そういうものなんでしょ？俺もそうだと思ってたんだよ。まあ田舎だし、そういう独自の考え方なのかなって。そうそう。だからって、元気なくすほど気味の悪いものでもないじゃん。いや。こっちの通夜って寝たらダメなんだよ。だからあんまりお酒飲んで眠くなってもな。母方の実家の通夜は、字のごとく夜を通して宴会をします。私からすれば何も不思議ではないのですが。まあお父さんも歳だからね。でも、ツヤってそういうもんなんだから、しょうがないでしょ？お前、おかしいと思わないのか？
大人はあんなに大酒飲んで酔っ払って誰も潰れない。子供だって寝てないんだぞ。寝ようとしたら無理やり起こしたりもする。本当に小さい子や赤ん坊はここにはいない。ああ、私も子供の頃、誰だかのお葬式で、夜中にボーリングだっけ、行ったな。あの時は眠かったけど、通夜だから我慢しなさいって言われたっけ。それでな、俺はお前がまだ生まれてくる前に、こっちの家の通夜で寝てしまったことがあるんだ。お父さん、それダメじゃん、通夜なのに。で、どうなったの？ああ、夢にな。その時亡くなった人が出てきた。それで夢でいっぱい話をしたんだ。お母さんのことや、将来生まれてくるお前の話なんかしたな。天国に行く前に、たくさん話しておきたいんだなって。俺も夢の中だし、何も気にせずに言っていたんだよ。言っていたって何を？名前。夢の中で、その亡くなった人の名前を言ったの？いくら夢でもな、あなたとか、ちょっと、なんて言いながら、会話できるもんじゃないぞ。〇〇さんはそうだったんですか。いや、俺もね。なんて、気持ちよく話をしていたんだ。名前を言ってはいけないというのは、母さんからきつく言われていたんだけど。まあ、夢だしな。それで？でな、激しく体を揺さぶられて起きたんだよ。その時も、こっちではそんなに親しい人もいないから、端っこで飲んでいたんだけど、うとうと頬杖ついて寝ていたから、周りの人も気がつかなかったらしい。で、母さんが俺が寝ているのを見て、慌てて起こしたんだ。そうしたらな、さっきまで酔っ払って、大騒ぎしていた親戚の人たちにな、一斉に聞かれたんだよ。なんて？あんた、夢を見ただろうってな。なんで夢を見たかではなくて、見ただろうって聞くのか不思議だったんだけど。別に個人の夢を見て、楽しくお話をしたっていうのは、悪いことではないだろう。だから俺もそう思って、正直に。夢を見て、楽しくお話をさせていただきました、と言ったんだ。そしたらまた質問をされて、話したっていうことは、個人の名前を言ったのかと。はい、まあ夢の中ですからね、なんて簡単に返事したんだよ。そしたらな、母さんはそっと押しちゃうし、親戚の人は蜂の巣をつっついたような大騒ぎになったんだよ。あんたもう本当にって怒られたのか、何なのかわからないまま家の中を片付け始めて、俺も手伝わされた。それで結局どうなったの？すごく怒られただけってこと？朝になったらな、普通にお葬式が始まって、何事もなく過ごしてな。さあ、焼き場に向かいましょうというところで、家に消防車とか、地元の消防団の人とか、いろいろと来てな。まさか、火事？いや、違う。消防車とか、一通り揃ったらな、火をつけたんだよ。前、ここに立っていた家に。え？なんで？この家って昔からある家じゃないの？そこそこ古いし。
お前が生まれる前に来た時とは違う家なんだ。通夜にその人の名前を呼ぶと旅立てない、という考え方なんだ、こっちの人は。だからな、火をつけたんだ。さっき焼き場に向かうところでって言っただろ。その時〇〇さんもここで焼かれたんだ。この場所で名前を呼ばれてな。未練がここについてしまうから、その場所で焼いてあげると天国に行けるそうだ。そうなんだ。そんなことあったんだ。だから寝たらダメなんだね。夢の中でも名前を言ったらダメってことか。俺はな、悲しかったんだよ。夢の中でとはいえ、楽しく話をしたんだよ、〇〇さんと。いろんなこと、本当にいろんなことを。今でも楽しい話をしたという感覚は残ってる。いくら風習って言ってもな、そんな最後の場所ごと燃やされてな。遺灰は埋められているんだよ、この家の下に。名前を呼ばれたその場所で焼くと、それが天国に行けるってことにつながるんじゃなくて、焼かれた場所だから、辛い思いをした場所だから、近寄らなくなるんだと。そうしているうちに、天国に行く期限が来るそうだ。だから通夜、葬式は早く終わらせて、それからは名前を言っていいことになる、らしいんだ。だから俺は寝れないんだよ。目の前で家ごと燃やされる。さっきまで夢で話していた人。そんな悲しい思いはもうしたくないし、見たくもない。すいません。無駄に長い上に、怖くもないし、オチもないです。でも正直私は、もしもお母さんが亡くなった時は、どうしたらいいのかと考えたら、ちょっと怖いし、悲しい気持ちになりました。母が、そういう考え方で育った人である、ということは事実ですから。お葬式って、特別な思いがたくさん集まる場所だから、どんな考え方も間違いではないと思うし、批判もできないとは思います。でもきっと父は、通夜でたっぷりと寝て、お母さんと夢の中で名前もいっぱい呼んであげて、最後に楽しく過ごすんだろうな。真っ暗な田舎道。この前、東京から岩手の実家まで車で帰った。深夜、高速を降りて、真っ暗な田舎の道を60キロくらいで走っていた。他に走っている車もなかったし、ダラダラってよりは、トコトコっていう感じの遅さで。途中で結構長いトンネルに入った。入ってすぐ、グオーンという音が響いた。パッとバックミラーを見ると、いつの間にか後ろに真っ黄色のライトの大きいトラックがいた。ぴたりと俺の後ろにくっついて煽ってくる。慌てて俺もスピードを上げて引き離そうと思ったんだけど、どんなにスピードを出してもぴたりと離れない。なんだよこいつ、と思ったが、トンネルを出たところに休憩スペースがあることを思い出し、トンネルを出たらそこに入って一旦譲ろうと思った。トンネルの出口が見えたところで、早めにウインカーを出して、追われるようにトンネルを出て、
休憩スペースに入った。どこのトラックだよ、と見てやろうと思ったんだが、不思議なことに、あんなにピタリと後ろにくっついて走っていたトラックの姿が見えない。すごい音で走っていたから、通ったんだったらわかるはずなのに、全く気がつかなかった。トンネルを出たところは見通しのいい場所で、遠くを走る車のライトも見えるくらいだったから、トラックの黄色のライトを探したんだけど、どこにもそれらしいライトはなかった。今のなんだよ、と混乱していると、車の窓ガラスをコンコンと叩かれた。めちゃくちゃビビって、うおって声を出したら、窓の外から、すいませんって聞こえた。見ると、25、6歳の女の人が立っていた。恐る恐る窓を開けると、申し訳なさそうに。驚かせてすいません。実は車が動かなくなって、旦那に迎えを頼んだんですけど、待っても待っても来なくて。携帯の充電も切れてしまって、連絡も取れません。もしよければ、携帯を貸してもらえませんか？そんなことを言われた。いいですよ、と携帯を貸すと。ありがとうございます、と電話をかけ始めた。けど、全然出ないらしくて。ありがとうございました、と半泣きで携帯を返してきた。俺が、送りましょうか？と言ったんだが、もう少し待ちます、と言うので、俺の車に乗せて話をしていた。さっきのトラックの話をしたら、怖いからやめてください、と怒られた。いろんな話をしていると、俺の腹がぐーっとなった。女の人が笑いながら、私の車にカロリーメイトがあるから取ってきます、と車を降りた。車から女の人が俺の前に止めてある軽に乗り込むのをぼーっと見ていたら、携帯が鳴った。見ると知らない番号だったが、ああ、旦那さんだ、と思ってとっさに出た。結構若い声で、もしもし、電話もらったんだけど、誰すか？ああ、もしもし、中野〇〇さんの旦那様ですか？実は、と説明をすると、相手は、〇〇は確かに嫁ですけど、今は家にいますよ。何かの間違いじゃないすか？俺は、ああ、そうですか、と思いつつ、家の場所を聞いてみると、女の人が言っていた場所と合っている。旦那さんも気味悪がっているし、電話口の奥で、奥さんっぽい人が、何？何かあったの？と言っているのも聞こえるし、俺も混乱して、ちょっと、直接話してもらえませんか？と、電話をつなげたまま、車を出て K に近づいた。そこで初めて気がついた。その K、ボロボロの廃車だった。ガラスは割れているわ、ボンネットは凹んでいるわ、ツタが絡んでいるわの、本当にボロボロ。もちろん、女なんて乗っていない。ぼーっとしていると、電話がブチッと切れた。いろいろ聞きたかったんだけど、かけ直すのも怖くて、そのまま実家に帰った。親とか友達に話をしたけど、
そんな場所にそんな車はないって言うし、そんな話も聞いたことはないとか。帰りはトンネルを使わずに旧道を使って帰ったし、もう二度と使わないと思う。田舎で見た何か。今から十数年前、俺がまだ小学生だった頃の話。当時住んでいたところは、そりゃもうど田舎で、家の周りは田んぼだらけだった。何年生の時だったかは忘れたんだけど、夏休みももう終わりの頃。時間で言うと夜の6時半から7時くらいだったかな。田舎に住んでる奴だったらわかると思うんだけど、空がちょうど赤みがかって、なぜか妙に寂しくなる時間帯なんだよ。その日は風も強くて、俺は一人で遊んでいたから、急に心細くなった。聞こえてくるのは風の音だけ。周りを見渡しても誰もいない。その時だよ。そいつを見つけたのは。俺は田んぼの道にぽつんと立ってた。そいつは遠くの方で同じようにぽつんと立ってた。でも何か変なんだ。おかしい。腕が異常に長いんだよ、そいつ。風が止まった気がした。と同時に、そいつがこっちに走ってきたように見えた。俺は全力でその場から走り出した。今まで生きてきて、あの時が一番本気で走っただろうな。絶対に振り向かない。とにかく家を目指して走ったよ。なんとか家にたどり着いた俺は、大泣きしながらじいちゃんにしがみついたらしい。あれから数十年。今では年に数回しか帰らない田舎で見た何か。一体あれは何だったんだろうか。今でも不思議に思う。田舎の親戚。小学校4年生の夏休みの時のこと。母親が海外に単身赴任をしている父親に会いに行くため、俺はパスポートがなくて日本に残された。祖父祖母は父方も母方も他界していたため、会ったこともない親戚に一週間預けられたんだ。親戚とは言っても、ほとんど血もつながっていないし、付き合いもないような人たちだった。その家族は、祖母90歳、父親55歳、母親49歳、娘22歳、息子18歳という構成。年齢は少し違うかもしれない。母親に連れて行かれて、200キロも離れたすごい田舎に預けられた。その家は平成の時代なのに、お風呂は薪だし、トイレはぼっとんだし、それはそれは田舎を感じさせた。家族は初めて会った俺に、ものすごく優しく、まるで本当の家族のように接してくれた。二日目だったかな。お姉さんとお兄さんに、廃線になった線路があるトンネルに探検をしようと誘われた。トンネルの中は真っ暗で、
かなり向こうに外の明かりが見えるくらいの長いトンネルだった。20分かけてトンネルを通る。その間なぜか二人は全然喋らなくて、俺は無性に怖くなった。トンネルを抜けると、トンネルを迂回して家に帰る。その日の夜から、なぜか家族がものすごくよそよそしくなった。俺、何か悪いことしたのかな？子供心にすごく不安になった。その夜はものすごく蒸し暑くてなかなか眠れなかった。少し外を散歩しようと思い、外に出ようと玄関に向かった時、ひそひそと台所の土間から声が聞こえた。やっぱり他人の子だな。だから俺は嫌だって言ったんだ。子供だった俺にも、ああ、やっぱり迷惑だったんだな、とすごく悲しくなって、布団に戻って眠りについた。翌朝目が覚めた時、すごい寝汗でシーツがびしょびしょだった。怒られるかな、と少し不安に思ったのだが、おばさんは全然怒らずにシーツを洗って干してくれた。その日はおばあちゃんとおばさん以外は外出をするということで、一人で近所を探検していた。ここに来てから3日経って気がついたんだけど、お墓が多い村だってことに気がついた。近隣にも家は2軒ほどあるくらい、なんとも寂しい村だった。夕方家に戻ると誰もいなくて、変だな。家の中を探しても一人もいない。あ、シーツ乾いたかな、と思い、庭にシーツを取りに行った。え？シーツが真っ赤な色に染まっていた。いよいよ怖くなってくる。夜の10時になっても誰も帰ってこない。お腹も空くし、お菓子の一つもない。外は街灯もない真っ暗な村。真夏なのにものすごく肌寒かった。電話が鳴った。俺はすがるような思いで電話に出た。もしもし？お姉さんだった。今日は家族誰も戻らないから先に寝ててね。なんてことだ。俺は怖くなり、布団に潜り込んで、ひたすら朝になるのを待った。翌朝になっても誰も帰ってこない。みんなどうしたんだろう。その時玄関から俺を呼ぶ母親の声がした。今すぐ帰るわよ。一週間海外に行っているはずの母親がなぜか日本にいる。変だとは思ったんだけど、母親の顔を見て俺は安心した。その家の家族が戻ってこないまま実家に帰った。母親は何も言わずに俺の手を引いて、まるで逃げるようにしてその家を後にした。その後母親はあの家のことを何も話してはくれなかった。
それから15年が経って、俺は母親に尋ねてみた。あの家族は元気かな？って。母親は戸惑った顔を見せたが、ゆっくりと話してくれた。実はね、あの時、あんたを預けて1日目の日に電話があってね。あんたをもらうからって、そう言われたの。それで母親は、日本に急いで戻ってきたらしい。そしてあの家族は、あの探検したトンネルで、全員が全身血だらけになって発見されたそうだ。ど田舎の小学校。俺は小学校1年生の時、ど田舎の小学校に転校した。引っ越す前までは気ままに過ごせていたんだけど、引っ越ししてからはよそ者ということも含めて、周囲から浮いてしまって、アウェーな生活を送っていた。そんなこんなで同じ年の冬、地域のマラソン大会の選手を選ぶためのマラソン練習が始まった。朝8時くらいになると、公民館に地域の大人数人と子供たちが集まり、公民館からスタートして、夜の山道をぐるっと走って戻ってくる。子供が走る後ろから、大人が車のライトで照らしながら伴走するのだ。何度か参加させられていたが、俺はこの時間が一番嫌いだった。俺は運動ができないので、みんなについていくこともできず、あまりに遅れるものだから。俺は、どう考えても選手には選ばれないのに、なんで参加させられているんだ、と、いつも考えていた。ある雨上がりの夜の練習中のことだ。こういう後ろ向きな考えの子供がもたもたしているものだから。伴走の大人たちの苛立ちを買ったのか、車から声をかけられた。おい坊主、お前ちっと遅すぎるから、おっちゃんたち先の子たちについていくかんな。車もたくさんはないから我慢しろ。先について待っとくからな。俺は唖然とした。田舎の夜の暗さは尋常じゃない。車のライトもなしにどう走れと言うんだ。頑張れよ。表向きは前向きな言葉をかけながら、伴走者は去っていったが、よそ者の子供を真っ暗な山道に置き去りにする大人たちを見て、心に一物あったのではと疑ってしまう。車がいなくなると、田舎の山道の暗闇が容赦なく襲ってくる。人家も全然ないので、明かりなんてろくにない。山道のほぼ中間なので、行くも帰るも地獄である。月明かりにかろうじて照らされる道を、吐きそうになりながら走った。何度か走ったコースだが、明かりがあるのとないのと、後ろに大人がいるのといないのでは全然違う。暗い、怖い、帰りたい。こけた、痛い。水たまりでズボンがドロドロになっているけど、暗くてどうなっているかもわからない。膝がジンジンする。涙が溢れてくる。でもきっと、誰も迎えには来ない。泣きじゃくりながら走りに走って、左右から竹がせり出して、ドーム状に覆われた道に差し掛かった時だった。ドームが開けた向こうの路上に、淡い月明かりの中、
ポツンと黒い人影が立っていた。おじちゃんたちの誰かだ。迎えに来てくれたんだ。俺は猛烈に救われた気になって、短距離走張りのスピードを振り絞り、駆け寄ろうとした。だが、ふと思った。なんで車もないし、電灯も持っていないんだろう。まだゴールはずっと先のはずだから、おじさんだって車がないと大変なはずだ。迎えに来たんじゃないのかな。じゃあ何のためにこんな暗闇に、電灯も持たず一人でいるのかな。もしかして人間じゃないのかな。急にやばい気がして立ち止まった。と同時、人影がこちらに向かって走ってきた。俺は泣きわめきながら、元来た道の方に走り出した。泥にまみれた靴の中で足が滑り、顔からずっこけたけど、それどころではない。足を引きずってでも人影から離れようとした矢先、人影が、〇〇んとこの、と叫んだ。〇〇んとこのガキじゃないか。どうした？大丈夫か？恥ずかしながら俺は失禁して腰砕けになっていた。真っ暗だから顔がはっきりとは見えないし、まだ面識も広くないのでよくわからないけど、俺の名前を知っていることから察するに、地域のおっさんの誰かのようだ。張り詰めた緊張がいろんな形でぶち切れたので、俺は耐えられずに、おんおんと泣いた。まあ帰ろう。親御さんも心配してるだろう。おっさんは俺の手を取って立たせてくれて、出勤していることも気にせずにおぶってくれた。なんと幸せなことか。おっさんの背中に安心しきりだったのだが、ふと思い立って肩越しに聞いてみた。おじちゃん、車も電気もないの？大丈夫？ああ、ダメだダメだ。おっさんが答えた。変な返事だな。ダメってなんだろう。緊張の糸が切れた有頂天の俺には、何か遠い世界の声に聞こえた。人事みたいだ。おじちゃんだけ来てくれたの？他のみんなは？ああ、ダメだよそれ。話が噛み合わない。どういう答えだ？あれ？山側に向かって歩いてる。おじちゃん、こっちは？ああ、ダメだよダメ、ダメダメ。もう聞くな。聞くな、聞くな。聞くな！おっさんの声が伸びたテープみたいなもわんもわんの声になって、肩越しに急に振り向いた顔は目の前で見ても真っ暗闇だった。俺の記憶はそこで飛んだ。俺が目を覚ましたのはその日の深夜。心配して探しに来た親に泣きながらビンタをされて起こされた。俺は山道から谷側に少し入った草むらに倒れていたようだ。一番怖かったのは、地域の連中が一人も俺を探しに来ていなかったことだ。新居を引き払い、俺たち一家は引っ越した。人を拒む家。18年近く、誰にも話したことがない話。実話なので、
地名は伏せます。直接関わったわけではないので、何がどうという詳細はよくはわかりません。現在はもうその土地を引っ越して、私は住んでおりません。いつの頃からあるのかは知りません。私が小学校に通い始めて、物心ついた頃には、その家はすでにありました。結構な田舎で、学校に通うのに、あぜ道を毎日通っていました。その途中にある、一軒の家の話。その家は、昔からあるというわけではなく、和風建築の割と新しい家でした。小学校の1年生から5年生までの間は特に何の噂もなく、私も気にはしていませんでした。5年生の夏の時期に Y 君が転校してきてから、その家が何なのか分かったんです。その家の話を書く前に、もう一つ予備知識として、その家のお向かいの家について説明しないといけません。便宜上、お向かいの家を家 A、問題の家を家 B として書きます。問題の家が建っている区画は、私が生まれる頃くらいからの、いわゆる新興住宅地と呼ばれるところでした。実際に家が建ち、川が整備されて、畑もなくなっています。さて、家 A についてですが、非常に奇妙というか、異常というか、玄関のど真ん前に、祠が建っております。どれくらいど真ん前かというと、玄関を開けて1メートルの場所。道路、門、階段、祠、玄関という普通の一戸建ての家で、特別でかい屋敷というわけではありません。なぜそんなことになっているのかというと、私が聞いた話では、家を建てたのはそこに土地を持っていた方で、昔から住んでいたと。もともとは田んぼで、とりわけ何かしら、因縁話もなかったと聞いています。新しく県道が通るため、その土地を売って、自宅もまあ、開発のために建て直したと、よくある話。その際、その場所にあった道祖神ですか、お地蔵様も丁寧に祈祷して、場所も移しました。家 A は、何事もなく、新築で建ち、その家の方も普通に住むようになりました。しばらくして、ある日を境に、家 A の中で赤ん坊の泣き声がするようになったそうです。家の人は最初、近所に赤ん坊のいる家族が引っ越してきたんだ、そう思ったそうなんですけど、昼夜関係なく一日中聞こえるようになって、これはおかしいと思い、ご近所に尋ねたみたいです。すると、ご近所の人全員が、近くに赤ん坊がいる家族が引っ越してきたと。家 A の人と近所の方が、声の発生場所を探し当てたところ、家 A の地下から声がすると大騒ぎ。いろいろお祓いとかをやったそうですけど、何の効き目もなく。偉い霊能者さんかお坊さんが、お地蔵様が原因なので元の場所に戻しなさいと。そういった経緯もあって、家 A は私たちの間ではかなり有名でした。小学校5年生の時に引っ越しをしてきた Y 君は、その家の向かい側の家 B に住んだ友人でした。
Y 君は確か、一ヶ月もしないうちに、家 B から引っ越しました。まあ、その時は、特に、何事もなかったように、時間は過ぎて、小学校5年生の冬に、私は別の土地に移りました。生まれ育った場所であり、友人もたくさんいましたから、しばらくは連絡を取っていましたが、進学し、社会人になり、すっかり忘れていました。先日、幼馴染が結婚するということで、10年ぶりくらいに、生まれ故郷に戻って再会しました。昔話に花を咲かせてワイワイやっていたんですけど、私が、あの地蔵の家まだあるんだな、と言ったところから話が変わっていきました。ここからは友人の D の話です。地蔵の家よりその向かいの家って覚えてるか？ああ、確か、Y 君家族が住んでいたんだよな。ああ、で、すぐ引っ越したの知ってるか？私が転校する寸前だったんで、覚えていると答えました。じゃあ、なんで引っ越したか知ってるか？それは知らないな、と答えました。どうも。その家 B は何かしらが出るというのです。10年ほどの間に10世帯以上が出たり入ったり、ぼやが3度あったりしたそうです。Y 君の家族が引っ越したのもその一つだと。原因は全くわからないそうですが、友人の D 曰く、あの家に一ヶ月以上住んでいた家族はいないと。Y 君の家族が何番目かに入居したかは知らないけど、家の中で老婆が徘徊していたり、庭で女の子がうろうろしていたり、屋根に男が立ってじっと外を見ているとか。で、Y 君のお母さんが精神的に参ってしまい、家から引っ越したと。その後も何度かお祓いをしたと聞いたけども、全然収まっていないと。高校の時にテレビ局かラジオ局かが霊能者を連れてきて撮影をやったらしいのだが、霊能者がその家の敷地に入るなりぶっ倒れてしまい、大騒ぎになってそのままおじゃんになったと。なあ、家 B って一体何なんだよ、と聞いたら。生まれた時から住んでいる俺たちもわからん。ただ、お墓の土を使っているとか、地下に遺体が埋まっているとか、噂はあるんだけどな。どれも本当かは怪しい。ただ、現実問題として人は定着しないし、俺も前を通った時、窓のところに何人も人が立っていて、こっちをじっと睨んでいたことがあるよ。あそこは何かおかしい。ああ、そうだ。家 B ってさ、なんて呼ばれているか知ってるか？いや、知らないけど。あそこの家ってさ、なんでかは知らないけど、敷地が三角形なんだよ。だから、三角屋敷って今呼ばれているんだ。今も空き家だぞ。帰るとき見てみたらいいよ。そういう感じで別れて、帰路に着きました。もちろん気になったんで、帰りに家 B の前を通って覗いてみました。県道沿いのその家の前には、土のうが積んであり、入り口が見えない状態になっていました。見た瞬間に、あからさまにおかしい。それ以上は近づかないようにして、
家に帰りました。その話を聞いて思い出したことがあったんです。10年以上経って記憶がおかしくなっていたのかと思っていましたけど、あの家 B の屋根の上には何人も人が立ってこっちを見ながらゲラゲラ大笑いしていたのを、集団下校していた友人たちと一緒に見て泣きながら走って帰ったことがあったなと。やばいと感じる場所。去年の夏、小学校から付き合いのある友人の家に飲みに行った時のこと。霊感がない俺は、本やネットで怖い話を読むのが好きで、その友人と二人で飲んでいる最中に、心霊系の話になった。俺が、こんな話もあった、あんな話も聞いたことがある、と話し、友人も、それは聞いたことがあるわ、などと笑い半分、怖がり半分で話していて、俺が、こんな不思議な体験もしたわ、って話すと、友人が突然、実は、と切り出した。その内容というのも、友人は弱いながらも、見える体質であり、そこそこの体験をしているとのことだった。俺の家族も含めて、そういった人がいないことに加え、長い付き合いだった友人の突然のカミングアウト。もともと怖い話が好きだったんで、生の体験談が聞けるとあって、話は盛り上がり、友人と話をしていると、深夜0時を過ぎていた。さすがに、友人の実家なので、泊まることに気が引けた俺は、歩いて自宅に帰ることにした。歩いて帰ることができる距離ではあったけど、片道30分の上、時間帯は深夜。車で送るよ、と友人の家族の強い申し出はあったんだけど、その日は平日だったんで、丁重に断り、歩いて帰ることにした。で、友人は、せめて見送りくらいはするよ、と、近くまで送ってくれることになった。帰り道のほとんどは、街灯も何もない。さっきまで、怖い話をしていたこともあって、帰り道の中で、やばいと感じる場所を、三番目まで、交互に上げていこう、ということになった。まずは言い出しっぺである俺が、三番目だと感じた。国道沿いの病院、と言うと、え?みたいな顔をする友人。友人も、全く同じ場所を考えていたらしい。まあまあ、次、と、友人をせかせて、友人が答えた二番目にやばい場所は、俺の家の近くの工場。今度は俺が、え?という反応をしてしまった。実はその工場の目の前で、数年前、交通事故で亡くなった人がいる。加えてその場所は、小さな頃から、どこか嫌な感じがしていたんで、俺も、二番目にやばいと、そう思っていた場所だった。二人して絶句しながら、最後はお互い、同時に場所を上げることに。予想を裏切らず、二人が上げたのは同じ場所。友人宅の近くにある、林がトンネル状になった道路。当然、打ち合わせたわけでも、三箇所が話題に上がったわけでもなかったんで、二人で、これやばいんじゃないかって、
しかし、酔いが残っていて、何を考えていたのか。一番やばいと感じた場所に、行ってみようということに。目的地に向かいながら、俺も、霊能力があるんじゃないかって思い、目的地を頭の中で思い浮かべて、霊能力者の真似事をし始めた。自分に霊能力があるかどうかを確かめる方法が有名だけど、今思えば多分あれから連想したんだと思う。それで思い浮かんだ映像は、自分視点ではなく、第三者の視点。友人と俺は、トンネルの中間地点。道路の上に、二人並んでおり、五メートルくらい離れた林の中から、友人と俺を見ていた。しかも、二メートルほどの高さから見下ろして、狼のように、自分たちの右側から飛びかかり、そこで映像は終わり。終わった瞬間、俺の右半身だけ鳥肌が半端ないことになっていた。友人にそれを告げると、怖いと言いつつ、目的地までの足は緩まず、俺も半ばやけになって友人についていった。目的地に着くと、深夜。しかも、街灯がまともについていないこともあり、すごく不気味。林のトンネルの入り口から、二人して、逃げ腰になりつつ覗いてみても、そこには何もいない。何もいないよな、と友人。それから、30秒ほど眺めていても、何も見えない。仕方ないから、さっきのをもう一回やろうかと思い、目の前の光景を浮かべようとした途端、友人の逃げる合図である肩叩き、二人でそこから猛ダッシュ。ちょっと離れたところで友人に聞いてみると、何か、闇よりも黒い何かが右側にいて、林の中に入っていったと。そこからは、予想外の体験にビビりながらも、友人と別れて、俺は自宅に、徒歩で何事もなく、無事帰った。その数ヶ月後、母親にこのことを話してみると、ものすごく驚かれた。二番目の工場前どころか、三箇所全部で人が亡くなっていた。三番目の国道沿いの病院では、長い直線の後のきついカーブがあるんで事故が多い。一番目の林のすぐ裏には結構大きなため池があり、そこでおじいさんが溺れて亡くなっているらしい。当然、この二つのことを、俺と友人は全く知らなかった。なんで人が亡くなっているのに、工場が二番目にやばいんだろう、と二人で首をひねっていた。見たのは友人だけで、俺は何も見ていないけど、それを差し引いても、不気味なガッチが多い体験だったように思う。田舎の普通の一軒家。俺が体験してきた本当の話。前に住んでいた家の話なんだけど、そこはどこにでもある田舎の普通の一軒家。周りは親戚だらけっていう田舎にはよくある光景。俺が小学校の時、じいさんが亡くなった。小学生だから、あまり覚えてはいないんだけど、まあ、大往生だったらしい。
で、その3年後に、ばあさんが亡くなった。この時も小学生だったから、病院とか死因は覚えていない。ただ母さんとかが自宅の布団で泣きまくっていたのを覚えてる。で、その3年後に生まれたばかりの妹が死んだ。妹はもう一人いて、そいつは元気。次に生まれた妹が亡くなったんだ。何回もお見舞いに行ったのと、たまに自宅に帰れる日には一緒に寝た妹。あと、火葬場で燃やすところに、ガガッと妹の棺が入っていくとき、母さんが気絶したのを覚えてる。この頃から、父と母さんの元気がなくなったんだよ。で、また3年後、父さんが亡くなった。これははっきりと覚えてる。熱でぶっ倒れそうでも、ガンガン二日酔いだろうと、絶対に仕事を休まなかった父さんが、腹が痛いっていう理由で会社を休んだんだ。次の日は仕事に出かけたんだけど、早退してきたらしい。病院に行きたがらない父さんを、母さんが何とか説得して病院に連れて行った。台所で母さんに、父さんが死んだ妹と一緒の病気になったって言われた。俺も妹もキョトンとしていたと思う。病名はガン。そこから父さんの入院生活が始まって、みるみる痩せていった。父さんの面影がなくなった頃、息を引き取った。死ぬ直前、本当に直前、家族に心配をかけまいと、満面の笑みを見せた父さんは、今でも俺の自慢だし、誇りだ。その日は家族三人で、涙枯れるまで泣いた。父さんの葬儀が終わって、だいぶバタバタが落ち着いた。母さんは、父さんのいる仏壇の前から、全く動かなくなった。仕事、仏壇の前、睡眠の繰り返し。これは後で聞いた話だけど、ずっと、どうやって死のうかって考えていたらしい。文章に起こすとすぐ気がつくんだけど、これ実際に体験するとわからないんだよ。そう、三年ごとに死んでるんだ、俺の家族。月日までは全く一緒ってわけじゃない。でも、綺麗に三年ごと。俺はそれに気がついて、母さんに言った。母さんは狂ったように、霊媒師みたいな人を何人も呼んでいた。前世でひどいことをしていたとか、霊の通り道だとか、ありもしないことをうだうだ言っていたよ。結局は原因なんてわからなかった。でも、次は順番としたら、母さんか俺が、そんな怖さがあって、引っ越しをすることにした。で、家を空き家として、人に貸すことにした。もちろん、そういったことがありましたって話は、事前にきちんとしてある。そこに人が住んでから3年後、その家族のお父さんが亡くなった。さすがに、気味が悪いってことで、出て行かれた。後から聞いた話で、お祓いに来た霊媒師の方が、どこかの葬儀の最中に、大口開けて、そのまま亡くなっていたらしい。結局のところ、原因は何もわからない。今でも家族三人は元気で暮らしているし、その家は今でも空き家で存在してるってこと。まあ怖いから、
二度と近づかないけどね。雨風の強い夜。先日数年ぶりに母方の実家に行ってきたので、そこら辺にまつわるヨタ話をしようと思う。俺の母方の実家というのは本当にど田舎で、今でこそ山の上の方に高架道路なんぞが通っているけど、昔は山あいを縫うように走る狭い道に沿うようにして家が並んでいて、村というよりは集落と言ってもいいようなそんな場所だった。そんな場所だからかは知らないけど、昔話やら伝承やら、そういった類のうさんくさいヨタ話にはこと欠かず、かく言う俺も子供の頃からここを訪れるたびに少なからず不思議な体験をしたりしていた。あれは両親の盆休みが終わっても一人で数日の間は泊まるようになっていたから、小学生の高学年か、もしくは中学生の初めの頃だったかと思う。その日は随分暑くて、俺はばあちゃんの家の敷地内を流れる川べりで魚やら虫やらを取るなり涼むなりをして悠々自適に過ごしていた。川とは言っても石壁で両脇を囲われた用水路みたいなもので、水位は当時の俺の足のすねの中ほどまであるかないかだが、両脇の壁自体がえらく高く、川底に降りれば大人でもすっぽりと隠れてしまうくらいの高さがある。もっとも玄関から出てちょっと左に行ったところにある石の階段を降りると、足場があって自由に降りることができるからそんなに危ないというわけでもない。村に水道が来る前まではここで野菜やら何やらを冷やしたり、ちょっとした洗い物などをしていたらしい。そんなこんなで時間はあっという間に過ぎ、夕方に差し掛かった頃だろうか、どこからか強い風が吹き始め、日が沈む頃には雨を交えたそれがゴーゴーとうなりを上げながら猛威を振るっている。その日俺はばあちゃんの家に通い始めてから初めてそこでの台風というものを経験することになった。夕食を終えて風呂に入ると、じいちゃんとばあちゃんに今日は早めに寝なさいと言われた。いつもだったら夏休みとお泊まりの特権を生かして23時くらいまでじいちゃんとテレビなど見ながら過ごすが、今日は天気が天気だ。アンテナの調子も随分と悪いらしく、そもそもテレビがまともには映らない。21時を回る頃には、夜更かし屋のじいちゃんも自分の部屋に引き込み、俺も自動的に布団を敷いた座敷に押し込められた。だが、台風の夜特有の変な興奮と、ばあちゃんの家での初めての台風という二つの要因が、俺のテンションを変なところに押し上げてしまい、なかなか寝つくことができない。座敷の電気を一応は消して、代わりにじいちゃんの部屋から借りてきた電気スタンドの明かりを頼りに、家から持ってきた漫画を読みふけりながら、雨の音、風の音、やなりの音に胸がドキドキする。それでも二三時間もすれば、やがて眠気が勝ってくる。少しずつ
うとうとし始めて、しばらく意識がぷっつりと途切れたかと思った頃、俺はその奇妙な音を確かに聞いた。カーン、カーン。雨と風と時々のやなりに混じって、そんな音が聞こえる。小さな鍋の底を棒で叩くというか、それよりはやや響きがあるというか。音としては、仏壇でお経をあげるときに使う小さな木槌みたいなもので、平たい鐘を叩いているみたいな、そんな感じだった。それが風のうなりや雨音が響く中、遠くからだけどはっきりと聞こえてくる。最初は自警団が見回りでもやってるのかなと思ったが、時計を見るとすでに午前2時。うまく説明はできないが、とにかく何かおかしいなと思い部屋を出る。俺が泊まっていた座敷は、ばあちゃんの家でも奥まった場所で、とりあえず道路に面している玄関の方に行ってみようと思った。思ったのだが、カーン、カーン。その音は、なぜか後ろの方から聞こえる。振り返ると、そこにはカーテンが引かれたガラス戸があり、ガラス戸の向こうには、裏手に広がる庭と、そして、昼間遊んだ川が見えるはず。カーン、カーン、カーン。だんだんと、音が近づいてくる気がして、俺は恐る恐る、カーテンの隙間から外を覗く。風雨が吹き荒れる庭と背の高い壁に囲まれた川、そしてカーンカーンカーン、あの小さいが妙に響く鐘の音。そのままじっと眺めていると、だんだんと音が近づいてきて、視界の隅で何かが揺れた。明かり？川の方で小さな明かりがゆらゆらと揺れているのが見て取れた。懐中電灯のような指向性のあるものではなく、まるで提灯か何かを下げているような、そんなぼやっとした明かりだ。川の深さのせいで、光源と、それを持っている何者かの姿を確認することはできない。でも確かに、そこからは明かりが漏れていて、それはだんだん川の中を進んでいっているようだ。ぞくり、背筋に寒いものが走る。だが同時に、それの正体を確かめたくもなった。もしかしたら夜回りの人が、水が漏れていて危ない場所はないかを調べているかもしれない。いや、きっとそうであればいいのにと、自分を納得させたかったのかもしれない。とその時、何しとるんや？不意に後ろからかけられた声に、俺はギャーと叫び出しそうになった。それでも声が出なかったのは、逆にそれだけ恐ろしかったからだろう。心臓をバクバクさせながら振り返ると、そこにはじいちゃんの姿。じいちゃん、なんか、その、あれ、音と、明かり。
しどろもどろになりながら、なんとか状況を説明しようとするも、じいちゃんは、ほれ、こっち来い、と、俺の手を取る。ほとんど、パニックになりかけていた俺は、導かれるままに、じいちゃんと、いろりがある部屋に向かった。じいちゃんは、俺を、いろりのそばに座らせると、その向かいに腰を下ろす。その頃になると、いろりはすでに現役ではなくなっていて、火棚や何やらは取り払われ、灰を溜めておくスペースだけが残されていた。そしてそこは、じいちゃんの家での唯一のタバコ飲み場であり、いつものように、いろりの端に置いておいた若葉をひっつかむと、ライターで火を灯して、ぷかりと煙をくゆらせる。無論その間も、例のカーン、カーンという音は、台風の音にかき消されることもなく、響き続けていた。じいちゃんの子供の頃からな。少しの間を置いて、じいちゃんが言う。何年かに一度、こういう雨風の強い夜になると、ああやって川を登ってきたもんでな。登る？そうや、聞こえとるやろ。こともなげに言う。じいちゃん、あれは何なの？俺の問いかけに、じいちゃんは、はて、と首をひねり。さてな、ただあの川は、この辺りを抜けたら、そのまま海に繋がっとるからな。海から来とるんと違うかな。何が？と聞くと、じいちゃんはやっぱり、さてな、と繰り返す。怖くないの？俺が聞くとじいちゃんは、まあ、他に何かするわけでもないからな、と、のんきなもの。正体とか知らないの？思い切って問いかけると、じいちゃんは、いやいや、と首を振る。ありゃ、川を登っていくだけや。それ以外は何もせん。なら、それでいいんと違うかな。ほれ、もうあんなに遠くなっとる。言われてふと気がつくと、あの、カーン、カーンという音は、ずいぶんと遠くなっていた。ここ30年くらいは、めっきり来なくなっとったけど、そうかそうか、今年は気なすったのか。そういうじいちゃんの顔は、なんだか懐かしいような、そんな表情をしていた。結局、俺は何がなんだかわからないまま、じいちゃんと一緒に、いろりで一晩を過ごした。あの音は、いつの間にか聞こえなくなっていた。先日、ばあちゃんの田舎に行った折、7歳になる甥っ子が、例の川べりで遊んでいる姿を眺めていたら、なんとなく、この話を思い出して。その時、隣にいたじいちゃんに、そういえばあれから、あれはまた、川を登ってきたりしたんか？と聞いてみると。いいや。もしかしたら、もう、登っては来んのかもしれんな。と、寂しそうに答えてくれたんで、
少なくとも夢ではなかったんだなと思う。皆様、今日もありがとうございます。ルルナルでございます。今日は田舎の怖い話を皆さんにお届けさせていただきました。田舎、魅力ありますよね、やっぱりね。その、何かその、懐かしいというか、まあ私田舎ないんですけど、ちょっとね、田舎がなくて、まあ例えばおじいちゃんのうち、おばあちゃんのうちっていうものが私ないんですよ。だから、まあ帰省するとかね、そういうこともないんですけど、それでもね、何かその、懐かしいなって感じてしまうのは、この血に刻まれたものでしょうかね。日本人としてね。と思いながら。まあ他にもね、海外にもちゃんと田舎ありますからね。カントリーですよね。だから、別に日本人だからではないんですけど、こういうその雰囲気のね、おじいちゃんとおばあちゃんのうちって、自分はないのになぜかそう感じてしまうというね。不思議なものですよね。そんな魅力のある田舎の話を今日はお届けさせていただきました。まあ実は今日ちょっと体調が良くなくてですね、本来土曜日の夜ライブなんですけど、ライブが、ちょっと自信がなかったものですから、日曜日明日に延期をさせていただきました。その分ですね、ちょっと頑張って朗読してみましたので、ぜひもう一回聞いてください。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知と、もう一度聞いていただくのと、他の動画もよろしくお願いいたします。また次の動画ライブでお会いいたしましょう。 See you でございます。皆様またね。